はい、どうも皆さん、メンソーレ第5回マリオカート8デラックスランダムカスタムドやっていきましょうか。さあね、毎度のこと、皆さんのね、視聴者さんの名前を使わせてもらって、ランダムカスタム診断やっていこうと思うんですけど、前回なんとね、ありがたいことにコメントを65件いただきましたんで、今回もね、やっていこうと思います。さあ、早速、ランス、ほい。さあ、今回30番にコメントしてくださった方の、コメント、名前使わせていただこうと思います。さあ、今回名前使わせていただくのは、ポン。1217、北条さんということで、コメントありがとうございます。名前、お借りします。いきます。カスタム診断。ポン。北条さんは、ベビーピーチを軽量級ギター。マスターバイクで、ゴールドタイヤクッパだこ。おーい、なんかさ、ターボ値高めのさ、軽量級カスタム来ると思ったら、クソ重いやんけ。クソヘビーカスタム来たわ。まあ、やっていきましょうか。よろしくお願いします。さあ、皆さん、ちょっとね、このカスタム不安だなと思ったところに、救世主、ベビーパーク。ここなら、運ゲーで、どうにかなるでしょう。ちょっとステータス見てみんな。ステータスさ、ちょっと見たんだけどさ、やばいんだよ。自分のこの軽量級という長所をさ、あえてこのカスタムのね、重さで潰していく、自分の長所を殺していくスタイル。まあ、嫌いじゃないよ。そのスタイル。うん。ちなみにバイク自体がね、マリオカート8デラックスだいぶ運転しにくくて、これを、バイク、これ何バイク？あれかな？ヨッシーバイクと同じで、ハンゴンバイクの種類なのかな？バイク全然詳しくないからさ、バイクの挙動がよく分かってない。何すんの？赤コーラ停止がいる。やばい。ちょっとね、だからとりあえず、キラーとかでね、運ゲーしたい。毎度のこと。苦手なバイクは、キラーで運ゲーしないと、もう苦しいんでね。なんとかキラーを、とりあえず引いておきたい。ナイス？さあ、これどこで使っていくか。その赤さやべえな。ナイス、投げた。ね、しっかり曲がっていきつつ、5周目の頭かな。スターも出たんで、ポケゾーンもいってる。この辺で、しっかりターボ出し切って、この辺で使っていこう。ここ。さあ、ダブルキラー。いけるぞ。これ3打振ったら勝ちなんだけどな。3打振ってくんない？さあ、6周目。伸びて伸びて伸びて。3打ワンチャンありそう。ここ。頼む。3打ない、3打。来たー！これ、一発目からいったんじゃない？これ。おい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 、この北条さんカスタム最強か。赤コーラも大丈夫、抜かされないでしょ。対戦者完璧だ。これ終わっていい動画。さあ、ココナッツモール。いやー、もうさ、これ以上取れ高が取れる気がしないよ。どうしよう、みんな。もうさっきので本当に終わりたかったんだけど、さすがにね、北条さんにちょっと面目が立たないなということで。まあ、これ、2回1位取ろうぜ。うん。ランダムカスタム同シリーズ、初めての1位2回。それでいこう。いや、マジでバイクの挙動がわからんな。これね、最初はね、曲がりづらくて、急にね、後からクンって曲がる感じなんだよな。これちなみにさ、ハングオンって、UMT できる？ちょっとターボ溜まってないけど、できそうっちゃできそうか。挙動難しいけど。なんとか、しっかり飛んでいって、いやー、まあ、ここはね、前、せっかく1位スタートだったから、走りたかったけど、まあ、どうしてもぐだっちゃうんで、まあ、もう一回キラーだな。これみんなこれあれだわ、ランダムカスタム道と言いつつ、あれキラー界だ。うん。どれだけキラーを美しく弾けるか、そういうゲームかもしれない。さあ、ここ、ちょっと、ペンキラも使ってって、コインがないんだよな。じゃ、コイン取んのもね、この挙動のせいで一苦労。さあ、コイン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 。トゲゾーいらないな。まあ、使っちゃおうか。オッケー、めっちゃ落ちてる。さあ、トゲゾーもギリギリ間に合って。この落ちてるコイン欲しい。オッケー、2枚取れる。アウトのコイン取りたいんだけど、取れなくて、取れなくて。ここのダブルでキラー欲しいです。オッケー、ナイス！神、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 神。またなんかロンキで、運ゲー始まるんじゃないの？ね、ここはロンキはね、このゴール前、この辺で使ったらかなり強い。かなり強いけど、このサンダーね、もう降っちゃったからね、そこだけだな。もうサンダー回避はない。え、待って、ロンキ入んなかった。嘘でしょ。ちょっと、スティック入力間違えたか、それとも、コインが足りなかったから、スピード調整間違えたか。やらかしたな。せっかくのキラーが、しかも、キノコも取られる。うわー、やばい。もうなんか、さっきのベビーパークで攻めて、うん、使い果たしたかもしんない。待ってくれ。1位からの再開できは勘弁してくれ。頼む頼む、キラー、もう一回キラー。頑張れ。頑張れ、ベビーピーチ。お前、頑張ってくれ。車弾け飛ばして、赤さん、頑張れ。なんかマジで運頼みだな。マジで運頼み会かもしれん。さあ、レインボーロード。やった、簡単なコース助かる。複雑なさ、ちょっとココナッツモールもちょっとさ、難しめのコースだからさ、テクニックもあって。
いや、こういう簡単なコース来てくれんのマジ助かる。まあ、ここならば、まあ、下手にね、キラーとかね引きに行かなくても、まあ、ちゃんと走って上位争いできるんじゃないかと思ったけど、カーブ曲がりずれ、カーブ曲がりずれ、無理だ、ごめんなさい。やっぱ難しい、こういうシンプルなステージが一番難しいかもしれない。また運ゲーか。このねレインボーロードね、もうショートカットもないし、かなり高いね、厳しいコースだからさ、こういう下りは絶対にやっちゃいけなかったんだけど、しっかり安定の初手下り、そしてもうこのアウトコースバリバリに膨らんでいくプレイング、ちょっとなんかさ、軽量級軽い代わりにカーボがさ溜まりやすいっていうこのメリットがあるのにさ、下手になんか重いカスタム乗るし、別にそれだからって重いわけじゃないしなんかこのカスタムの長所教えてください、考えてください。コイン0枚、ボンヘイかわいそう。いや、まあなんとか注意まで入ったらもう勝ちなんで、それ実質、うん、このカスタムでもう5位とか取ったら勝ちよ、うん、そのぐらいポジティブにいこう。でもインコース若干慣れてきた、これが対応力の分。さあこれスター使って最後もここも3打振りにくいからな、サンダー回避望めなさそうだけど、ここの2人抜かしたい。頑張れ頑張れ頑張れ、伸ばせ。さあしっかりターボ伸ばしてぐらいだけどダメだ、1レース目を超えるレースを作れる自信がない、もうもうこんなレースでも出すわ、もうこれ以上出せない、うん、これがマックスです。さあ皆さん、ワリオスノーマウンテン、これが意味することが分かりますか。終わりですワリスのこのカスタムで走らせんだよな、誰がこのカスタムで綺麗に走れるんだよ。あ、意外とこのカーブと相性がいいのか分かんねえマジでこのハングオンバイクどこが相性いいか分かんねえわ。さあでも意外とインコースもしっかりつけていて、ここもカーブ溜めて、おそら何度かジャンプアクションでリカバリーしていいんじゃない、よいよいよい、前張りしちゃっていいですか自分。さあここも降りて、あーちょっと挙動が変、ちょっと挙動変だが何とかリカバリー、いいぞ割と。ここは軽量級のこのグリップの良さが生きている、いいいいいい。後ろのアイテムがキノコかな、そうそうそう、なんとか上位集団まだ食いついてるけど押されちゃったな、押されちゃうのきつい。しかもこの5位とかいう一番中途半端な順位、ダッシュ版も乗れない、ダッシュ版も乗れないやばい急に下ってきた、ちょっと良かったのに序盤。ターボジャンプアクション、ここリスクまあ普通に行くか、ぴょんぴょんしていってアイテム取れる、交換したい、ナイス、しかもダブルも取れる、そのスター羨ましいな、これ3であるな、全然次のボックスで交換してみたい。ちょっと下って、ここむずすぎ、ここむずすぎおい、かわせないかわせない。さあ木野さん持ってくるのは優秀、3であると思うんだけど、スターナイス、後ろがそこそこ遅れてるんで、ここの次のアイテムボックスダブル取りたい、取れそう、オッケー、細すぎる、この子細すぎるちょっとだ、勘弁してくれ、サンダ振って、サンダ振らないで、もうダメ、もう振らしちゃダメ、おマジで、あれカラブルなんか当たったし、おいキラー、あーダメかもしんない、みんなダメかもしんない、伸ばせ伸ばして、全員潰れろ、全員バカしろ、潰れろ、お一人潰れた、よしよし、一人潰れたんで勝ちですはい、ということで、1列目にね、1位取ったんで、今回はこれ辺で勘弁してください。工場さん、ありがとうございました。皆さんね、次の動画でもコメント採用させていただくんで、よかったらコメントしていってください。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイ。